アウライム・ジングルントは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン行政管区のマイン・シュペッサルト軍に、属す町村である。道軍北部に位置している。この町は、ブルク人行政共同体に加盟している。この町は、ゲミュンデン・アムマインの北西、約20キロメートル、バイエルン州のシュペッサルト自然公園内のアウラ側の谷に位置している。 北の町境は、バイエルン州とヘッセン州の宗教を形成している。町内の最高地点は、ベルク・バルト・キュッペルの海抜459メートル。最低地点は、アウラ・カ半の海抜234メートルである。アウラは、以下の3つのオルツタイルからなる。アウラという町名は、町内を流れる同盟のアウラ側に由来する。この町は、様々な古地図や資料に、 以下のような表記で記されている。この集落は、古田修道院の刈場機信場2059年に初めて記録されている。部族大公の時代、アウラはフランケン大公領に属していた。アウラはミッテル人及びオーバー人と共に、ゼントミッテル人に属した。このゼントは、一つの地域に対して、複数の領主が共同で、領主権を行使する共同統治地区であった。 オーバー人の和議、裁判、警察、森林管理法、1617年11月27日の協定、ハンメルブルクの抗議、ゲミュンデン協定といった共同業務がテントの白の命令で行われた。このテントは、最初は、フッテン家とトゥーゲン家が収めた。文献ではしばしばこの統治について、バイレリシチと表現されている。共同の裁判権は、 ザムトチェントグラーフがこれを行使した。1803年3月、帝国代表社会議主要決議25に基づき、ビュルツブルクユリウス・シュピタール部分と帝国直轄地が廃止され、ビュルツブルク市協領部分はアシャフフェンブルク公国に移された。バイエルンとビュルツブルク大公との間で締結された1808年8月19日の条約によって、アウラ、オーバージン、 ミッテル人を含むユリウス・シュピタール軍の貢献もアシャフフェン公国の領土となった。1803年から1810年に交付されたアシャフフェンブルク・ポーがここでも適用された。バイエルンとヘッセン選定公との共同統治関係は、1814年のヘッセン選定公国再高後、ミッテル人とオーバー人では継続したが、ヘッセン選定公領が存在しなかったアウラでは、 消滅した。ミッテル人とオーバー人は1814年から共同裁判権が有効となった。バイエルンの行政改革に伴い、1818 18年5月17日付の将来の憲法及び自治体運営に関する法律により、ルーラルゲマインデアウラが成立した。この町には、1830年時点で64個、 585人のカトリック信者と一人の福音主義信者、税務司書、二期の水車、大きな国、アリチの上官、牧用地が一箇所あった。アウラは1812年にフランクフルト大公国、アシャフフェン圏オルプチーサ型のブルクヨスカンクに属した。この時点で、両主の農場が一つあり、48個に400人が住んでいた。町長はヨハンブルームであった。 学校長は、ヨハン・エルゼザーであった。司法関係では、アウラはアムトリーネックに属し、アウラは管区長のハインリヒ・ヒヨーゼフ・フックがアムトの長官を務めた。パリ条約に基づき、アウラは1814年にアシャフフェンブルク公国と共にバイエルン王国領となり、1814年10月1日からラントゲリヒト第3クラスアウラの管理地区に置かれた。この管理地区は、 1828年6月30日、1829年1月8日及び14日の決議により、ラントゲリヒト・オルプに統合された。ラントゲリヒト・オルプと、ラントゲリヒト・ゲミュンデンの合併により、1862年に、アウラは、ベツイルクスアムト・ゲミュンデン・アムマインに編入された。1872年に、ベツイルクスアムト・ゲミュンデンは、 ツイルクスアムとロールアムマインに統合された。1902年にツイルクスアムとゲミュンデンが再び新設された。1939年にアンハルト、バーデン、ブラウンシュバイク、ヘッセン人民州オルデンブルク、ザクセン、チューリンゲン、ビュルテンベルクと同じようにバイエルンでもラントクライスの名称を用いることとなった。 アウラはゲミュンデンアムマイン軍の27市町村の一つとなった。1972年のゲミュンデン軍配止に伴い、アウラは新設されたマインシュッペッサルト軍に編入された。1988年から2018年までの間にこの町の人口は、1098人から962人に減少した。 減少人数は136人、減少率は12.4%であった。2008年5月から、ボルフガングブルームがこの町の町長を務めている。彼は2020年3月15日の町長選挙でも71.26%の支持票を獲得して再選された。ズンガラ4分割。向かって、左上は赤字にそこから3つの銀の三角図形。 向かって右上は交互に出現する合計8本の金と赤の横帯。向かって左下は赤字に2本の金色の斜め帯。向かって右下は銀字に3本の赤い波状の柱が描かれた金の横帯。この紋章は1983年から用いられている。聖母の七つの悲しみ教会アウラの景観はカトリックの 聖母の七つの悲しみ教会によって決定づけられている。かつての上官には現在基礎家庭学校が入居している。ありがとうございます。